写真拡大。中日の高卒2年目右腕山本拓実投手19が急成長中だ。今季5試合に先発して2勝3敗を挙げ、今ではローテーションの一角に食い込んでいる。身長167センチは先輩の谷本やヤクルト石川と並んでプロ野球の投手では最も低い。そんな小兵投手にとって大きな刺激になっているのが大相撲で168センチと幕内最小兵の炎大鳥24、宮城野だ。おばあちゃんが相撲好きで、炎、王さんみたいに体が小さくても頑張ってというメッセージをよく送ってくれました。それで、そういう人が相撲界でもいるんだなと知りました、という。山本自身は野球をする上で自らの体格を気にしたことはなく、野球をやっている時は自分が小さいとか思うことはないんです。大きい人に負けたくないというより、野球で人に負けたくないと頑張ってきた。ただ、多彩な技で大型力士を投げ飛ばす炎大鳥の取り口は魅力的に映っているようで、小さな体なのに大きな力士の肩を倒しているのを見ていると、すごく気持ちがいい。自分もコーチから、体の大きな打者を抑えればファンの人も喜ぶ。そういう投手になれよと言われてます。ファンの方に喜んでもらえるという方向性では似ていますねと、シンパシーも感じているという。投げっぷりの良さで頭角を現してきた山本は、炎大鳥のようなファンを沸かせる投球で、龍の小さな大エースを目指す。